62号ではリアシートに部品を取り付け、フロアに取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ04のアイボルトをランナーから切り取り、パーツ01のリアシートにはめ込み、パーツ06のネジ2本でそれぞれ固定します。次にパーツ02のスイッチにパーツ05の A のシールを貼ります。続けてスイッチにパーツ03のレバーを、レバーの長い方を左のマークに合わせるようにして差し込んで接着します。次にスイッチをシートに差し込んで接着します。次に車体からフロアを外して持ち上げ、リアシートをフロアにはめ込み、パーツ07のネジ4本で固定します。この時ネジ穴の1箇所がコンピューターユニットの下に隠れているので、ネジ止めをする時に外しておきます。これで62号の作業は終了です。アッシャー。